代表するセットアッパー。さあいい当たりだ、抜ければサヨナラ、抜けた。鈴木健の一振り、武田久志から放ちました。サヨナラ勝ちスワローズ。北海道日本ハムファイターズの連勝を14でついに止めました。おみくちゃです。ベテランがグラウンドでもみくちゃにされています。やりました、鈴木健。笑顔の東京音頭が四国愛媛県松山坊ちゃん球場に流れます。いや、まさに一振り。そうですね、本当にやっぱり代打っていうのはこういう判定がないとね。これが今シーズン初ヒットですよ。そうなんですよね、よく打ちましたね。ただまっすぐに振り遅れちゃダメだという、そういう感じで起きて打ちましたけども、ダルビッシュに、そして14連勝という連勝記録を持つファイターズに対して先制し、そして逆転された後も同点に追いつき、最後はサヨナラ。古田監督の表情です。思わず飛び上がりました。もう一人思わず立ち上がった相澤ひとみさんなんで涙ぐんでんですか。あ、本当に嬉しいやばいですね、これ。今までの試合で一番ちょっとやられてしまいましたけど。それでは皆様、さあお待たせをいたしました。もちろん鈴木健さんです。ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、もちろん見事サヨナラヒット、鈴木健選手です。見事なバッティングでした。松山で非常に僕は弦がいいんで大好きです。ナインの皆さんの手洗い祝福の感触、味はいかがでしたか。いや本当ね、痛いですでもあの打席の場面振り返りますと、延長10回ランナー2塁において代打で指名を受けました。そして初球から振ってきました。そうですね、ちょっと結果が出てなかったんでね、もう最初から思いっきりいこうと思って、はい、もう最後のつもりでやりました、はい。ワンエンドワンからの3球目打った瞬間、ああもう抜けたと思いますいい感触があった。そうですね、はい。これが鈴木さん、今シーズンの鈴木さんにとっての開幕初ヒットだったんですよね。そうですね、やっと数字が出ます、はい。これがここ野球の盛んな松山で打てた。はい、先ほども言いましたけど、松山大好きです。何度も言ってください。大好きです今日は相手がダルビッシュ、そしてこちらは地元藤井選手というゲームの流れの中で、ダルビッシュ投手から6回に、ね、同点を追いついて、その延長戦に入って、そして最後は鈴木さんの一打で決めたと、はい。よかったと思います、本当にありがとうございます。それでは最後に大好きな松山の皆さん、そして全国の皆様に鈴木健選手から熱いメッセージをお願いします。飛行機遅れますんで手短に行きたいと思います。明日も試合あるんで、この勢いをそのままに頑張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。見事なバッティング、今日のヒーロー鈴木健選手でした。ナイスバッティングでした。いやいや、冗談も織り交ぜながらの鈴木健、見事なサヨナラヒットのヒーローインタビューで、もうほっと松山大好きだというね、松山の食事も合うみたいですよ。そうですね、はい。坊ちゃんでついにハムを止めたぜスワローズということになりました。それでは鈴木健選手のサヨナラまでの今日のハイライトをご覧いただきましょう。